親分はイエス様。パチ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 ピードン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 パフパフパフ。毎度おなじみの親分はイエス様でございます。ご家庭内でご不要になりました悩み問題依存症などはございませんか？ございましたら多少にかかわらず聖書と交換いたしております。ということで FM 那覇から生放送をお聞きの皆さん、こんにちは。また FM 小座 FM 宜野湾で収録でお聞きの皆さんもこんにちは。パーソナリティのしんちゃんです。ふみです。よろしくお願いします。お願いします。あ、もう一人いるね。はい、もう一人いる。はい、こんにちは、飛び入りです。ようちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、親分はイエス様とはもともと映画のタイトルです。ヤクザの人生を歩んできた人たちが聖書と出会い、イエス様と出会って泥沼の人生から希望に満ち溢れた人生に変わりました。彼らは言いました。あ、わしらの親分はイエス様や。これからはわしらはイエス様の愛を伝える人になるんや。アメン。アメン。これは本当にあった話で、彼らは今もイエス・キリストと共に最高の人生を歩んでいます。この番組では彼らの人生を変えた一冊の聖書、そして教会について音楽とユンタクで楽しくお伝えしてまいります。実は私たちも以前は問題を抱え苦しい思いをしながら生きてきました。でもイエス様との出会いが私たちの人生を180度変え、今は喜びでいっぱいです。私たちは自分が身をもって体験したからこそ、今苦しい思いをしている人に希望がある、人生やり直せるということをお伝えしたい、イエス様という素晴らしい親分を紹介したい、そんな思いでお届けする番組です。番組ではキリスト教って何、教会ってどんなところという皆さんからの質問をお待ちしています。メッセージも待ってますよ。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp です。またユーストリームでも音声と映像を配信していますので、 FM 那覇のホームページからご覧ください。また番組では聖書を無料で配布しています。欲しい方は FM 那覇または FM 小座まで取りに来ていただくか、番組宛てにメールをいただければこちらからお送りします。それでは早速今日の聖書の言葉いってみます。今日の聖書の言葉は、はい、ですね、イザヤ書の、イザヤ書、うん、の40章の28から31節、40章の28から31節読みますか？はい、お願いします。はい、あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく頼むことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ頼み、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても頼まず、歩いても疲れない。アーメン。アーメン。アーメン。はい、いいですね。あの、主は永遠の神、神様ね、親分イエス様は永遠の神だって言うんだよ。はい、ね、永遠ですよ、はい、で地の果てまで創造された方、全部神様が作ったよって。この間はもうあの、ね、この地球を全部作りましたみたいな、宇宙も作りましたって話したけど、はい、全部作った神様が一緒にいていたらですね、この神様が僕たち、まあ、人間も作ったからね、人間に力を与えるのも神様なわけですよ、はいはいはい、命を与えるのは神様だからね、はい、だからこの神様が疲れた者に力を与え、勢力のない者には活気をつけるって言うんですよ、ね、それで若者も疲れた意味、ほらどんなに元気が良くたってやっぱ疲れたりね、あのちょっとやる気なくなっちゃったりとか、うんうんうん、落ち込んだりとかするんじゃないですか、はいはいはい、だけどこの親分を待ち望む者、親分
イエス様イエス様って言ってる人はいつも元気だよと。アーメン、はい、アーメン、はい、そして走っても絶えまず歩いても疲れないって言うんですけど、はいはいはい、あのね、問題に負けなくなってくるんですよね。あ、問題に、はいはいはい、問題、クリスチャンだったら問題なくなるかって言ったらそんなことは全然なくて、そうですよね、普通に問題とかいっぱいあるんだけど、うん、生活してたらね、いろいろ出てきますよね。出てくるでしょ、はい、いっぱいあるよね、うん、でも勝つよね問題にね。そうですね、勝利者ね、うん、はい、そうなんですよ。そう、問題にね打ち勝つようになってくるんですよね、うん、クリスチャンはだから勝利者です。アーメン、アーメン。こういう素晴らしい神様の約束があるんで、いつも勝利していくことができるというわけです。アーメン、アーメン。ということでね、最初の曲なんかちょっとしんみりした曲で、最後の曲かと思ってチャンネル変えないでくださいね最初の曲なんで勝利者いきます。あ、いいですね、はい。
はい、勝利者、小坂忠さんで勝利者でした。これね、歌ってる人牧師ですよ、牧師。ね、ラジオ聞いてる人でクリスチャンじゃない人たち、まあ、あまり牧師のイメージとかってね、なんかちょっと真面目な感じの雰囲気のイメージしかないと思うんですけど、うん、そうですよね、この人はあれですよ、牧師になる前ヒッピーだったんですよ。ヒッピー言ってたよねヒッピーだったって。ヒッピーだったんだ、うん、ほんでね、その音楽、もともと音楽やってて、はい、でその音楽作るためにはちょっとこの世界を、ちょっと自分の世界みたいなのを作っていくためにドラッグとかもやったって。へ、うん、マリファナ、コカイン、LSD、ハシシ、大谷さん、龍角さんとかって言ってたけど薬全部そうそうそう、なんかね、でもね、こんな牧師もいるんですよね。かっこいいでしょ。うん、かっこいいですね。はい、うん、ね、はい、ということですけども、はい、はい、ね、先週ね、子ども食堂の運動会に行くという話をしましたけど、行ってきました。そういえば、はいはいはい、ペペ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 ンって言ってですね、行ってきたんですよ、はい、そしたらなんか今の運動会結構凝ってるっていうか、ちょっと楽しいよね。あ、そうなんですか、うん、どんな感じだったんですか。なんかね、僕たちの時は、はい、これなんか玉入れとかあるじゃないですか、はい、卵をカゴになんか投げ込む、懐かしい、はいはいはい、うん、あれとかさ、ピーって言ったらバーってみんなでバーって時間内ずっと投げまくって、うん、終わりだったでしょ、うん、はいはい、違うんだよね、なんかね、2つずつ持って、はい、何月生まれとか言ったら、はいとか言って立ち上がって、はい、何月生まれがこう投げて入れてみたいな、2個ずつで、その都度なんか、あ、それでな、次は6月生まれとか7月生まれとかって、はい、この何人かずつで出てやるわけ、はい、誕生日月で、そうそうそう、ね、4月5月とか6月7月の子とか、みんなそれぞれがね、目立つというか、個人が分かるように、みんなで入れると、ほら、誰、うちの子どこにいるのって探せないので、そう分かるように、すごい、はい、そう、親がね、見えるようにね、見れるように、そう、俺ね、思ったんだよ、行ってさ、僕もこの子供食堂の子を探すじゃん、うん、どこにいるかなって、うんうんうん、そして親の気持ちが分かったわけよ。 あの運動場にね、バーって広がって運動場全体を使って、その学年全員でダンスを踊ってるのに、はい、自分の子供しか見てないっていうんですそうなんだ、もうずっとこれ絶対自分の子供しか見てないよねっていう。でね、そうでね、昔と違うのはね、あとね、この玉入れとかも、この玉数えるじゃん、うん、数えたらさ、1位 なんとかとかって、何年生みたいな、なんかやるでしょ、はい、そしたらなんかね、音楽かかってね、はい、なんかみんなで踊ったりとかしてそうなんだ、なんか面白かった1位が勝ち足で、うん、あ、勝ち足だったね、うん、で2位がなんかなんだっけ、なんかダンスミュージックみたいな、ね、面白い、う、ね、うん、で3位はなんか水戸黄門でさそうなんだ、うん、人生イラクアイだなんだ残念みたいな感じこれが面白くてね、面白かった、なんかそんな、なんかいろいろ工夫してた、そうそう、最後がね、うん、タララみたいなテレレレレーンレーン、すごい、曲もよく考えてるなって感じで、面白い運動会でしたね。あとね、テント、はい、見てる人が、昔はみんな ブルーシートみたいな、レジャーシートみたいなの引いて、うん、終わりだったけど、そうですね、今みんなテント持ってってるわけよ、家族、そうそうそう、それぞれサンシェードみたいなあるでしょはい、はい、ビーチとかで使うような、あんなのをみんな持ってってるわけ。へで、朝とか早く行って、はい、置いとくんだって。そうなの、パラソルみたいなやつ、パラソルじゃなくて、なんていうの、テント、キャンプで使うテントみたいなやつ、あんなのがずらっと並んでるわけよ、はい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 、そんで僕ね、インターネットでなんかその今の運動会の様子って言って、うん、そう、他の内地のね、学校の運動会の様子をこう写真があったから見たら、うん、本当にこうテントが
すっごいブワーってもう密集してて、あれなんか野外の音楽フェスみたいな、なんかすごいあのレイブみたいなのになってた。そうなんですか。そうそうそうでもいいね。そうで、うん、本当にそんなんなのかなと思って行ったら、うん、やっぱそうだったわけよ。この糸満の運動会も、暑いですもんね。暑いからね、余計かもね。うんうんうん、はい、そうなんだ、という話でした。あ、それからそれからですね、あのいつもね子ども食堂やってますっていう話をしてますけど、この糸満のゆいまる協会で子ども食堂をやっていまして、そしてなんとあの琉球新報の方からね、はい、あの助成金をいただくことになりまして、ありがとうございます。琉球新報さん、感謝します。でまたこのあのね、そういう支援してくださってる皆さんも本当にありがとうございます。無事にですね交付式というのがありまして、行ってきましたよ。それでこのね、行ってきましたね、ふみさんね。はい、行きましたね、うん、はい、であのほらあの会議室みたいなところにさ、はい、こうずらっと椅子が並んでて、そして前にね長テーブルがこう並んでて、そしてまあ向こうの流儀の人と赤い羽の人はこっち向いてるわけですよ。で我々もらう方はその前向いてるんだけど、あの図式ね、あの図式を見ると裁判所と刑務所を思い出す。あ、そうなんですか。そうなんだ。そこですか。そう。なんか今からね、なんか言い渡しされるような。それを思い出してたんですか。なるほど。だからね、ああいうとこ行ってね、いやーなんか俺の人生変われば変わったもんだなと思ってさ。本当ですね。本当よ。もうあそこでね、あ、もう俺は前に出てってね、はい、懲役3年6ヶ月に処すとかね、なんかそんな言われていたのが、はい、今は子ども食堂であれですよ、助成金もらうようになったんですよ、ね、すごいね、神様信じたら、ね、人生変われば変わりますよね、こんなにも笑っちゃうでしょ。本当にね、イエス・キリスト信じたらね、大変なことになりますよ、人生が。はい、ということなんですけども、今日ね、あの言葉について話していきたいんですけど、ちょっとその前に CM 行って、 CM の後言葉について、今日お話ししていきたいと思います。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。新築、リフォーム、店舗改装などは真受け材木店にお任せください。木の香り、木の安らぎ、木のぬくもり空間を演出。手作りの椅子、テーブルなどの販売も行っています。有限会社真受け材木店。老人ホームケルグデイサービス大空、私たちが一番に考えているのはお客様の心のケアです。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。お問い合わせは 936-1058 有限会社ケルブ。 NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。いらっしゃい、屋台赤道ラーメン。醤油、味噌、豚骨に塩はもちろん、特製辛味噌ラーメンもおすすめ。自家製麺でスープの相性抜群、肉汁たっぷりのシューマイ、餃子も大人気。創業20年余り変わらぬ美味しさ、屋台赤道ラーメン。親分はイエス様。はい、ということで、今日は言葉の、はい、大切さを
話していきたいと思いますけれども、はい、言葉大事だよねやっぱりね。大事ですね。で、あのね、特にねこの聖書はね、あの神様がね言葉を作ったということを明らかに、言葉を作ったというか言葉で世界を作ったということを明らかにしています。そして、言葉作ったのも神様だよね。はい、で、あのね、ヨハネの福音書っていうとこに、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた。この方っていうのは、この言葉っていうのがいきなりこの方になっちゃってるんだけど、これこそが我らの親分イエス・キリストだわけですよ。で、全てのものはこの方によって作られた、作られたもので、この方によらずにできたものは一つもないっていうぐらい言葉大事だよと聖書言うんですよね。はいはい、でね、あのさ、朝とかさ、なんか起きるのがすごいだるい時あるじゃん。もうありますね。あるでしょ。はい、ありますよ。どうする、そういう時。えだるとか言う。ああ、眠いとかだるいとか言う。言うかな。言葉出るかな。出ないかな。あ、出ない、あれね、だるいとか言ったらね、余計だるくなるらしい。あ、言うんですか。だからね、あのだるいとか眠いとか言わない方がいいみたいね。あ、眠いとか。そうそうそう。 あのさ、あのね、脳みその言語中枢ってとこがあって、言語中枢がこの言葉を司るところが、これが人間の体の全神経をこのコントロールっていうか、なんか統括してるらしい。そしてこの言葉を発すると、その言語中枢から信号が出るんだって、体の隅々に。手もで、手にも出るしね、あの人間の臓器とかさ、足とか目とか耳とか全部体の全身にくまなく、こうなんか信号が出るんだって。あ、じゃあ言葉の通りに、そう、体が、そう、反応しちゃうわけ。反応する。だから俺はもう年だからなとかって言うと、もう緊急指令、緊急指令、老化せよ、老化せよって言って、老化信号が出ていくんだって。あ、そして体が老化していく。あ、やばいでしょ。いや、気をつけないといけないですね。大変だよ、ね、言葉ね、本当に大事ですね。そう、だからね、体とね、言葉とね、だから心と、そう、つながってますよね。つながってるよ。だから自虐的なこと言ったりするじゃん、よく。いや、俺ちょっとバカだからとか、否定的な言葉ね。否定的な言葉、あれ言ったら大変だよね。あ、俺バカだからとか言ったら、バカ信号が出るんですよ。赤信号じゃなくて、なんか バカ信号が出て、俺はバカだからもうなんかどうにでもなれみたいな信号が出ちゃうわけですよ。そうそう、できないできないみたいな信号が、やるなやるなみたいな、それで何もできなくなっちゃうんですよ。パッパラパンになっちゃうわけ。だから俺はできるっていうのを、あの口にしてった方がいいですよっていうのは、これはなんか、あの本当にね、科学的にも証明されてるって言うんだよね。すごいね。そう、それでね、あのね、俺朝だるい時にね、あのどうしてもやっぱ疲れちゃって、起きられない時とかあるじゃないですか、はい、ああいう時に俺ベッドの上でこう横になったまま、よっしゃー燃えてきたーとか言って、全然起きてないのビリッと目覚めてないのにね。もう声だけ、声もう全然起きられないんだけど、よし行ってきまーすとか言って全然動いてないのに布団かぶったままねいや、もう力が有り余ってどうしようとかねよくありますね。よくある、夢見てるのかなと思うかもしれないそんなこと言ってたら、言ってるうちに元気が出てくるわけですよ。本当にね、ちょっと信号がね、いって、体に、そしてパワーがみなぎってくるんですよ。もう本当ね、もう本当眠くて、
もう本当に泥なんていうの、あの体がね石みたいなさ、もう重たくてね、重たくてさ、もう疲れが溜まってて、もう本当動きたくないっていう時にね、顔がすごいリアルにね、そこにその時にそういう時こそ走る走るとか言って、なんかもうそんなこと言ってると本当に動くんですよ体が。すごいだよ、すごいよね。そうですよね、うん、この前足も動いてましたよね。動いちゃう、宙に浮いてましたよね。そう、そうそうそう足がね、とにかく体が重いからさ、体が重いから、体重いって言ったら重くなっちゃうから、うん、うわーなんか宙に浮いてるみたいだとか言いながらさ無理やり無理やり言葉でね、そうな、そしたら、うん、本当にそうなるわけよ。神様がね、はい、あのね力をくれるから、はい、あの僕たちクリスチャンは神様が力をくれるって知ってるじゃないですか、はい、知ってるから、だってほら疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつけるって聖書が言ってるんだから間違いないんですよ。だからこの神様を待ち望んでいたら、俺はあのわしのようにね、バタ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 とか言ってね登っていくことができるはずなんだよ、はい、だからそういうふうに宣言していく、はい、そうしたらそうなっちゃうんですよ。でも本当に自分もね、頭痛がする時とか、うん、なんか痛くない痛くないって言ったら普通になくなったりしますよ、うん、あ、なくなったりする、うん、ああそうだよね、すごいとか思いながら、ああすごいすごいすごい、おお、なくなったみたいなすごい、ね、本当にあったから、すごいそう、うん、体験し た,、ね、したから、あすごいなと思う、すごいよね、言葉言葉すごいよね、うんうん、いや、 やっぱ神様作ってるからさ、そうあ、ほらなんか実験したんじゃないの、言葉の、あしましたよ、ね、お米の話、うんうんうん、お米の話、うん、ですね、何から始めよう、自分 の, あの妹の旦那さんが急に、あの一緒にその妹夫婦とご飯食べてる時に、うん、ご飯食べた後に急になんか3つの容器を取り出して、うん、まあ、その話しなくてもよかったかもしれないけど、うん、そのちっちゃい容器に、100均で買ってきたっていうちっちゃい容器にご飯粒を入れて、それぞれ、うん、でその容器の蓋にそれぞれ言葉を書くんですよ、うん、蓋に、なんて書く、なんて書く、なんて書く、で一つは、うん、あのネガティブな、うん、否定的な言葉、ああ悪い言葉とか、うん、あの汚い言葉、なんかバカとか、うんことか、死ねとか、うん、書いて、うん、で実際それ言って、容器に向かって、うん、あ言うの、言うんですよ、あ、はい、米に言うの、そう言うんですよ、バカとか言うんだ言って、うん、で二つ目は、まあ、あのいい言葉、うんうん、ありがとうとか、うんうん、あのうん、どんな大好きとか、うんうん、楽しいとか、うん、かっこいいとか、うん、ね、肯定的な言葉を書いて、うん、でそれも言って、うん、あの実際に言葉で言って、うん、で3つ目は聖書の言葉を書いたんですよ、うん、はい、聖書の言葉、神は愛ですとか、そう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 、うん、愛、喜び、平安とか、うん、あのイエス様とか、うん、十字架とか、うん、聖霊とか、うん、って書いて、はいはい、でそれをあのキッチンの棚の奥にしまって、うんうん、で1ヶ月過ぎた頃だったか3ヶ月過ぎた頃だったかちょっと忘れたんですけど、うん、取り出してみたら、うん、すごいすごいですよ、うん、あの汚い言葉書いたやつはもうなんかもう真っ黒にドロドロで、うん、もう汚く、うん、腐ってたんですよ、うん、で2つ目のやつはちょっと茶色っぽい、うん、まだちょっと綺麗ではない、はい、ちょっと茶色っぽい、はい、まあ、腐れてますよね、うん、で当たり前なんですけど、うん、で3つ目の聖書の言葉を書いたやつは、うん、あの真っ白、真っ白、見ました、見たことあります、ないです、あ本当に、あ写真撮ってたんですけどね、あ写真、うん、あの実際にあったんだけども、うん、前の話だから、うん、どこに行ったか、すごいよね、そう真っ白、真っ白、そう、あ俺も一回見せてもらったけど、うん、本当に白かったわ、
腐れてないってことですか。なんかね、いや腐ちょっと溶けてたのは、まあ、溶けてたんですけど、うん、真っ白なんですよ、うんうん、色がね全然違うわやっぱ、うん、そのままの、うん、お米の色がだから、ね、残ってるって。そうです、うん、これね聞いてる人でね、うん、まさかそんなことないだろうって思ってる人もいると思うわけよ、うん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 、やってみてください。これ同じ条件でこの同じ瓶に、うん、あのまあ、消毒しますよ。消毒してご飯入れて、うん、ほんであの一個はさ、うん、なんか悪い言葉書いて、うんうん、でまあもう一個の方に蓋の上にですよね、イエス・キリストとか、うんうん、天地を作った神様本当にいるのみたいな、うん、天地を作った神様みたいな、うん、あのそんなことを書いて、神は愛ですとか書いてちょっと置いといてみてよ。そしたら神様のすごさ目に見ることができますよ。そう、ね、本当にびっくりしましたよ。びっくりするよね、うん、あのね、いやこれ本当みんな試してほしいわ。那覇市民30万人みんなに試してほしいわ。うん、何がすごいか、聖書の言葉がねすごいよね、すごい、あすごい、生きてるんですね、生きてる言葉がね、生きてる、もうこの聖書を読んだらね、うん、いやもうすごいことになりますよ、はい、うん、もうあのそうなんかね、まあ、よく聖書の言葉、うん、なんかミッションスクールとか、はい、あ時間大丈夫、大丈夫です。なんか親がなんか子供をいい教育させたいからって言ってミッションスクールに入れる、うん、あの方とかが多いじゃないですか、はいはい、で確かに聖書の言葉っていいじゃないですか、はい、人を殺すなとか親を敬いなさいとか、うん、親切にしなさいとかって確かに道徳的にもいいんですけど、うん、なんか聖書の言葉って魂に入るから、魂、ね、うん、そう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 、魂が元気になって生き返って、うん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 、それがなんか肉体の健康面にも、そうだよね、現れる、そうだよね。やっぱさ、あの魂とか霊とかさ、それ中身が健康じゃなかったら、うん、そう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 、やっぱ体も健康じゃなくなってくよね。そう、つながってますからね、そうですよね、心もね、うん、体もね。だからそのためにも言葉大事だよってことだよね、うん、はい、ということで聖書をね読んでほしいなと思いますけども、うん、はい、じゃあ聖書についての歌がを聞いていきます。新 AKA マミヤ、フィーチャリングトニー、天地逆転。エイ、セキネトニーズオンザマイク、マミヤ招いてくれてありがとう。俺は前ある本に出会った。そしてその本が俺の人生全部変えちまった。これはそのストーリー、チェキ。その本と出会った俺は高校生、歴史哲学が好きだった少年、ニーチェ、トルストイ、マルコメ、デリック・ベオ、ガンジー、ジョージ・オーウェル、読んでた俺には避けて通れん本の長い、いわゆる聖書ってやつで手に取った。で開いた最初の感想、何これみたいな。でも意外なそこに出会いはあるもんだ。俺の高校の先生が言ってた教会聞いた。聖書が一体何を言ってんのか、俺は信じたこの本の真実性。その時から俺の霊常に新鮮、始まった逆転の人生、世には愚かに見える方法で生きてる。その本信じたならば人生天地逆転、天地逆転。その本信じたなら世界観天地逆転、天地逆転。その本信じたなら人間性天地逆転、天地逆転。俺はそのために一度死んでる、新しくなって今を生きてる。 Yo, イエスの人生にマジカン、どうしてまる切り替えられた価値観、wow, 以前はマジか、どうで問題作り出すバカな味あん。 Yo, イエスもマジシャンのように心入れ替えてくれた師範。そうだから足が立たなくなるまでついていくぜ明日も。うイエスのスピリットをビートに乗せて自分らしくスピードだけどじっとできない実行、肌から口だけじゃなくてコミットはしてるつもり。晴れの日も曇りも湯のみ、主の皆あがめる主の日だけじゃなく月曜から土曜毎日礼拝してイエスをフォロー。その本信じたならば人生天地逆転、天地逆転。その本信じたなら世界観天地逆転、天地逆転。その本信じたなら人間性天地逆転、天地逆転。俺はそのために一度死んでる、新しくなって今を生きてる。聖書を信じたそれ以来、神の喜びの奴隷になり、俺の人生に満ちるアドレナリン、他の神々とはもう踊れない。
ピットブルよりビビッとくインスピレーション神の息に酔う言葉俺の永遠のヒットソング知らずに死ぬのは一生のソングフジテレビ笑っていいともでフラ終わるこの時代ヒットの作り上げるものの有限性わかるだろえ何言ってんねん十字架の言葉滅びに至るものには愚かところが突き受けるものには神の力ただ信じたらわかるさ天地逆転この意味がなその本信じたならば人生天地逆転天地逆転その本信じたなら世界観天地逆転天地逆転その本信じたなら人間性天地逆転天地逆転俺はそのために一度死んでる新しくなって今を生きてる親分はイエス様はい、ということで今日は言葉の大切さなんですけどキャンパスライフのコーナー行ってみたいと思います、はい、突然ですけど、はい、よろしくお願いします、はいはい、誰が言ったか知らないが刑務所のことを大学拘置所のことを予備校と言います、そんな大学予備校では自由がない当たり前だけどでその中で、その生活を少しでも楽しくしようという涙ぐましい努力が日々行われているわけですよそのこのキャンパス大学ね、刑務所の中でどんな生活を送ってんだという塀の中の懲りない面々はどんな生活を送ってんのかというのを皆さんに、お知らせしましょうというコーナーですけどもはい、はいだからどうしたっていうことね。いや聞きたい。今日のあれはね掛け声。掛け声。言葉だから掛け声。はい。塀の中でねいろんな掛け声があるんですよ。いろんなね掛け声、はい。例えばね入ったらね最初ね侵入訓練って言って動作の訓練をするわけですよ。回れ右とか右向け右全体止まれとか。うんあんなのあるでしょその場足踏み始めとか、はあ、あんなのがあるんだけどこれがさすごいんだよこの中刑務所の中の世界っていうのは、うん、ちょっとねシャバではねちょっと見ることのできないシャバってわからないですシャバと言ったらシャバですよこれ刑務所の外のことですいや聞いてる人はわからない人ねいますよねいっぱいね刑務所の外そうそうこの社会のことをこの社会のことをシャバと言います用語がねだからねびっくりするわけよあのね初めまずねあのかけはなんていうのあれ足踏み始めとかって言うでしょ足踏み始め普通だったらさ足踏み始め1212ってこれが普通じゃん、はい、うっって言うんだよ何なんていうかけですかよくわかんないなんて言ったかわかんないでしょ、うん、うってこれで足踏み始めって言ってるつもりなんだよ刑務官は、はあ、刑務官が、うん、そうそれでねで1212動き始めるじゃん。1212ってのうっういうっういってこれ絶対12って言ってないよねみたいな。うっういって言って。なんて気合いが入ってます。1はさうってなんか1って言ってるっぽいけど、2なんかういだよ。これ絶対2じゃないよねって。全体うい。何止まればいいのどうしたらいいそれ1、2の時は2と一緒だよねみたいなそれずっとおいそんで見受けうっって言って分からないそしてさ見受けうっって言って左向いちゃうやつとか言ってねで、えっちえっとか言ってさまたこの親父によってはね親父って刑務官のことだけど刑務官によっては1、2って言わないで左右っていうやつもいるんだよ
右左とか左右とかいう人もいるわけ。それはもうその人のそれぞれだけ。左左左右って言ってるつもりなんだと思うけど、えっ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 って全部一緒。え、何それ、それのことはだんだん分かるようになってくるんですか。分かるようになってくる。あ、すごい。で、あのさ、部屋とかにいても、この掛け声聞いたら、あ、今南工場だなすごい、すごい分かるようになってくるわけよ。でね、あのね、部屋に戻ったらね、点呼があるわけ、点検が。ちゃんと全員帰ってきてるかなみたいな、点検があるんだけど、それもね、点検よーいって言ってるつもりは、うおーさっきの全部それ、全部それ お笑いに聞こえます。何房番号ってね、部屋がね、何房っていうの、今何室って言うけど昔は何房って言ってた。あ、房、はいはい、何房番号って、何房番号、何房番号って言ってくるんだけど、うお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 うちょっと待ってもうそんな感じ。だからね、言葉はちゃんと発しないと伝わらないよってことが言ってたわけよ。あ、そこですねなるほど、大事ですね。 それは大事です。いろんなね、掛け声があるんだ。いろんな掛け声、確かに。風呂入ってても掛け声があるんだ。風呂すごい。お風呂入ってるじゃん、はい、お風呂入ってたらさ、5分前とか言われて5分前とか言って、でのタイマーみたいのがついてて、うん、それ見ながら親父が3分前とか言うのよ。もう1分前とかになったらさ、テッ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 テみたいな感じで、もうみんな慌てだしてさ、はい、もうすごいよ。あ、こんなって言って動いてもラジオ聞いてる人には見えないけど今俺動いてたってかなり動いてますね、うん、いやだからね、まあそんなことですはい、キャンパスコーナー、キャンパスライフのコーナーでした。はい、はい、はい、ということで、もう一個、CM をもう一ついきます。はい。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。新築、リフォーム、店舗改装などは真受け材木店にお任せください。木の香り、木の安らぎ、木のぬくもり空間を演出。手作りの椅子、テーブルなどの販売も行っています。有限会社真受け材木店。老人ホームケルグデイサービス大空、私たちが一番に考えているのはお客様の心のケアです。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。お問い合わせは 936-1058 有限会社ケルブ。 NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。いらっしゃい、屋台赤道ラーメン。醤油、味噌、豚骨に塩はもちろん、特製辛味噌ラーメンもおすすめ。自家製麺でスープの相性抜群、肉汁たっぷりのシューマイ、餃子も大人気。創業20年余り変わらぬ美味しさ、屋台赤道ラーメン。親分はイエス様。はい、ということで、今日は言葉についてやってますけど、はい、あのね、ヘブライ語、ヘブル語、はい、うん、ヘブル語と日本語がすごい似てるぞと、すごい似てるよみたいな、
聞いたことあります？聞いたことあります。でもどんな言葉だったか忘れたけど、あのね、何しろね、あの日本語の民謡、はい、沖縄民謡も特にそうなんだけど、うんうん、沖縄民謡のさ掛け声とかさ、意味わかりますか？あれわからないです。はい、いやとか、いやささとか、よくわからないです。わかんないよね、うんうん、あの日本の民謡もね、なんか意味わからないんだけど、うん、あのね、ヘブル語だとね意味がわかるわけよ。へー。あの例えばね、エッサホイサ、エッサホイサッサって言うでしょ、うん、あのエッサホイサって神を助けたまえとか、運ぶとかね、そういう意味なんだって。そうでしょ、うん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 、運んでるもんね、うんうん、エッサホイサ。あのよくさ、うん、バレーボールとかで、ね、それって言うじゃん、うん、それ、はい、それ、あのそれはね、頑張れっていう意味だったよ、ヘブル語で。すごいでしょ、面白いよね。それっていうの、それ、それって言うんだって。それでね、あの押す人、なんか何かを押してる人がいるでしょ、例えば車を押すとかさ、うん、なんかこう後ろからこう押してる、押す人、うん、まあ、押す人っていう日本語がなんかちょっと変だけど、うん、押す人はね、どっこいしょって言うんだってどっこいしょ、どっこいしょ、そうなんですか、どっこいしょ、ヘブル語で、押す人どっこいしょ、ヘブル語、どっこいしょって言うんだって、すごいでしょ、ままだ、うん、ね、ちなみにね、那覇っていうのもある、那覇、那覇は FM 那覇の那覇ですよ、はい、那覇はね、ヘブル語でね、人が群れをなすところって、あ、すごい、人が群れをなすそのままだよね、うん、でね、あのね、あのね、はいっていうのが、はい、返事、はい、このはいはね、生きてるっていう意味なんだって。うん、で、やーが神様、うん、だからはいやって言ったら、はいやって言ったら、うん、神様生きてますよみたいな、すごいよねみたいなそういう意味だそうですね。あ、じゃあ沖縄の人みんなかいやってね、そう、よく歌ってるから神様叩いてるんですね。叩いてるわけよ、自然にね、知らないで。あとね、俺これはね、これは、お、これはすごいと思ったのがあのね、山に行ったらさ、山に行ったら、うん、ヤッホーって言うじゃないですか、はい、いいですね、はい、山に行ったら、はい、あといいことがあった時、はい、ヤッホーとか言うじゃないですか、うん、あのヤッホーは、うん、偉大な神っていうのだって、すごいでしょ。だから山に登ったら、やっぱりさ、この自然すげえなとか思ったら、偉大な神って言いたくなっちゃうわけですよ。だからヤッホーって言うんだよ、あれ。すごいでしょ。すごい。いや、俺これびっくりしたわ、これ。すごい。なんかもうこんなもんじゃないよ。でも、あのね、カタカナなんてね、カタカナの字の形、ヘブル語だからあれ。同じ形が。いや。発音も。そうなんだ。うん。同じのがね、いっぱいある。これね、あのラジオ聞いてる人もね、興味ある人ね、調べてみてください。もう本当に同じだから。すごいよ。でね、あとね相撲のね、八景よいのことあるでしょ、うんうんうん、あの八景よいはね、八景よい、あれね、やっつけろっていう意味なんだって。やれやれ、やっちまえみたいな意味らしいです。八景よいって言ったら、やれ投げろとか、やっつけろっていう意味なんだって。すごいよね。いや、面白いですよ。あとね、もう意味がある。あ、意味があるんですよ。でね、あとね、じゃんけんぽん、じゃんけんぽんって意味わかんないでしょ、日本語だったら、うん、じゃんけんぽんは3つの言葉なんですよ。じゃんとけんとぽん、でこれはヘブル語で、隠して準備して来いみたいな、はあ、意味なんだって、はあ、隠す、じゃんけんぽん、隠して準備するんですよ、うん、で来い、さあ行くぞみたいな、勝負みたいな、それがじゃんけんぽんって言うんだって。へー、なるほど。そう、俺これハマっちゃってさ、なんか見てたら、なんかね、あの日ユ同祖論っていうのがあって、うん、日本の日にユダヤのユ、うん、これは同じ祖先だっていう、うん、そういう日ユ同祖論っていう、あのことを言ってる人たちがいるわけよ。うん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 、
ね、僕はねそこまで極端じゃないんだけど、うん、でもこんなになってたら絶対日本にこのユダヤ人とか入ってきてるよねっていう、うんうん、そうですね、うん、で、うん、イスラエルのなんか、日本に来てるさ、うん、大使とかもこれおかしいよねって言ってんだって。これヘブル語じゃんみたいな、うんうんうん、で日本語の昔の歌とかでも、うん、このイスラエルの人が聞いたら意味が分かる言葉とか歌とかあるんだっていっぱい。ほんでこれすごいぞみたいな、ヘブライ大学っていうさ、あのイスラエルの東大みたいなとこの先生がね日本に調べに来たりとかもしてるって。そうなんだ。そうだからね、みんなね、クリスチャンとかねキリスト教とかっていうとちょっともう外国の神様でしょみたいな、うん、俺関係ないよみたいな風に思ってるかもしれないけど、結構そういうあなたもユダヤ人かもしれないよっていうそういうあなたもねその神様の血筋だからねみたいな元をたどれば元をたどれば、うん、ということですよ。あ、はい、あ、まあそんな話してるうちにもう時間になっちゃったねはい、ということなんですけども、ラジオを聴きの皆さん、あ、はい、エンディングの曲を流しますね。はい、ポチッ、あ、ポチはい、ラジオを聴きの皆さん、今悩んでいる人、苦しい思いをしている人はいませんか？家族、友達、学校、職場などでの人間関係の問題、経済的な問題、薬物依存、アルコール依存、ギャンブル依存など、依存症や精神的な病で悩んでいる方、苦しんでいる方はぜひお近くの教会を訪ねてください。問題は必ず解決します。私たちも以前は自分ではどうしようもない問題を抱えて絶望の中にいました。でもイエス様を信じることによって、教会に行くことによって、希望に満ちた楽しい人生を歩んでいます。こんな私たちでも生まれ変わりました。あなたも必ず生まれ変わります。聖書の中でイエス様はこう言われます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。アメン、アメン。イエス・キリストは、教会はあなたを歓迎します。何でもできる本当の神様イエス様があなたの問題をすべて解決し、あなたを祝福してくださいます。なぜならイエス・キリストはあなたを愛しているからです。あなたは愛されてます。番組では国際ギデオン教会の協力により聖書を配布しています。 FM 那覇、 FM 小座のお近くにお住まいの方はスタジオまで取りに来ていただければ、その場で差し上げます。遠くて取りに行けないよという人は、番組宛てにご住所、お名前を記載して聖書ちょうだいとメッセージを送っていただければ、こちらからお送りいたします。もちろん無料です。あのね、先週ちょっと聖書ちょうだいっていうメッセージがありまして、はい、メールが来たんですよ。でちょっとそのね、聖書なんですけど、ブツは今持ってますからこれから送りますからね待っててくださいね。はい、ということで、また YouTube にもアップしています。親分はイエス様と検索してください。はい、ということで、 あっという間の1時間でしたけども、はい、楽しかったですね。楽しかったです。はい、またね、来週もちょっとまた言葉のことをまた話したいなと思いますけど、うんうん、はいはい、ね、皆さん言葉はね、否定的な言葉を使わないように絶対気をつけてくださいね、うん、はい、否定的な言葉を使ってたら否定的な人生になっちゃいますから、うん、はい、ということで肯定的な言葉を使って元気に過ごしていきましょう。はい、今日もあっという間の1時間でしたけれども、皆さん最後までのお付き合いありがとうございました。それでは1週間皆さん元気でお過ごしくださいね。また来週お会いしましょう。親分はイエス様。